皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。2003年から2006年にかけて放送された、吉岡秀隆さん主演の名作ドラマシリーズ、ドクターコトー診療所。16年ぶりの続編となる劇場版が12月16日に公開されるのに先駆け、当時の貴重な親子ショットが公開され、反響が広がっています。ドクターコトー診療所には欠かせない人物の一人である、漁師の原武俊を演じる土岐任三郎さん。あ、ごめんなさい、間違えました。時任三郎さんです。時任三郎さんが2004年のドラマ撮影時の1枚のオフショットをインスタグラムに投稿。写真に写っているのは、時任さんと息子の武宏を演じた富岡亮さん。二人ともカメラ目線でとっても自然な笑顔を見せてくれています。武俊は漁師のため漁船を操縦しているシーンが印象的で似合っていましたが、戦場の撮影と思いきや実はスタジオのセットと東京での撮影だったことを明かします。この投稿には4万を超えるいいねが寄せられており、貴重な一枚、本当の親子のよう、この素敵な親子が大好き、泣ける、と話題に。ドラマでは、この二人の親子の関係性に焦点を当てたエピソードもあったため、原親子のエピソードは、どれも涙なしでは見られません。など、懐かしむ声も相次いでいます。そして、誰もが気にしていたという武宏役について、富岡さんはもう役者を引退していたので、悩んでいたという中江監督は、柴咲コウさんなどから、本人じゃなきゃ嫌だと言われ、やっぱり本人に演じてほしくて会いに行きました、と明かします。その後、2週間ほどで、やってみます、と返事をもらえて、富岡さんが働く会社の社長のもとへ、プロデューサーと共に挨拶に行ったのだそうです。しばらく富岡くんを貸してくださいとお願いして出演してもらいました。社長さんもとってもいい方で、いい経験だからぜひやりなさいと快く送り出してくれたそうです。こうして本物の原武宏の復活が実現。もちろん富岡さんが演技するのは久々でしたが、素振りや雰囲気、みんなと再会して照れる感じなど、子役の頃と何も変わっていなくて、あのまま大きくなったな、という印象だったそうで。何よりも、スタッフとキャストが、武宏が変わってなくて喜んでいることが一番嬉しかったです、と中江監督。一方で、富岡さん自身も、出演についてはかなり悩んだと言います。しかし、中江監督からのオファーが嬉しく、自分のできることを精一杯やってみようという思いで参加しました、と打ち明けます。主演の吉岡秀隆さんたちと島で過ごすうちに、子役時代にドラマの中で武宏が体験したことを鮮明に思い出し、気持ちがどんどん強まったので、自分の中にまだ武宏が残ってたんだなと感じました、と振り返っていました。小学生でコトー先生に出会い、命を救われ、憧れて、医師を目指して、単身上京、勉学に励んでいた武宏ももう28歳。医師に慣れている年齢ですし、なっていてほしいのですが、そこは劇場で。ちなみに時任さんは、こんな写真も投稿してました。俺はだいぶ老けたけど、泉谷さんは、現在とほとんど変わらない、だそうです。確かに。ここからは、ネットの声をご紹介します。このシーン、本当に好きです。船の上で、武宏の夢のために、俺は、俺の一番大事なものを手放す、っていうシーンですよね。原親子のエピソードは、どれも涙なしでは見られません。島を出ていく武宏が、お父さんに青いタオルを、マリコ経由でプレゼントするシーン、必死に涙をこらえながら、ただただ、うなずくお父さんの姿も号泣です。このシーンは、ゴーホーマルを手放す日でしょうか。セットだったとは、
今、再放送見てます。あるある探しも楽しみになりました。昨日は、みなちゃんの話でした。泣きましたよ。時藤さんの竹俊さんがドストライクです。厳しいけど、時にはちゃんと竹宏に謝ったり抱きしめたり、この親子が大好き。竹宏めちゃ可愛いですね。このドラマは、時藤さんがいかにいい男だったかを改めて教えてくれた気がします。映画公開楽しみです。私以上にこのドラマが大好きな主人と一緒に見に行きます。うわぁ、素敵な写真。お二人とも笑顔なのに胸がギュッとなります。言葉少なくとも息子を思う、強く優しく熱い父親と、父思いで優しく育っている竹宏くんを見ると涙が溢れそうです。本当の親子写真にしか見えませんよね。嬉しい、嬉しい。竹宏が、ちゃんと竹宏だ。成長した姿を違う役者さんがやるのなら、がっかりだなって思っていたから。竹宏が島を出ていくとき、コトー先生の方から手を差し出し握手をしたシーンは本当に感動しました。今まで大人と子供だったのに、ちゃんと同志として一人の人間として接していて、竹宏も嬉しかったと思います。素敵な大人になっているといいな。憧れのコトー先生のようになれたかな。楽しみだな。第1シリーズで島を追い出されたコトー先生を東京まで、この親子で島のみんながこの俺があんたの帰りを待ってると言ったシーンで何回泣いたことか。時藤さんの演じる不器用で優しい竹俊さんが映画でまた見られるなんて嬉しい。竹宏くんもこのために復帰ってとても思い入れのある映画だったんですね。確かに、竹宏が出演しないと、16年後の世界はしっくりこないというか、成立しない気がする。可愛くてとても好きでした。いくら人気絶頂期でも、子供の将来を思えば、引退させて学業を優先させる決断をした親御さんもすごいと思う。富岡涼くんの演技が好きだったし、引退したの知らなかったから、また画面越しに会えて嬉しい。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。